どうも、皆さんこんばんは、NM です。今回は、東京グールリ・インボークの最新情報についてお話ししていこうかなと思います。V ジャンプ公式チャンネルで公開された情報になります。築山の騎士、松前が初参戦。味方前衛の攻撃力と防御力を上昇させるぞ。というわけで、初登場になります松前ですね。かなりの美人さんなので、ファンの方も、多いのではないでしょうか。早速詳細の方を見ていきましょう。貫けレベル5。2ターンの間、味方前衛の攻撃力と防御力を2倍にする。敵単体へ攻撃力 1.6 倍の5連ダメージを与える。敵単体の武器耐久値をマイナス6する。カグネを最初から解放している状態なので、スキルは1つになります。あと、おそらくアビリティにガード率アップを持っているんじゃないかなと思います。まあ、妥当な性能だと思いますね。味方に高倍率の攻撃、防御、バフ、そして大切な武器耐久値ダメージもしっかり持っていると。そしてイラストも、かっこかわいい、ということですね。今公開されている情報と、実際に実装された時の性能は違っている可能性が大きいので、ここからさらに強くなるかもしれません。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。